もらって泣いてどいつもこいつもあんな顔真っ黒平気で人こそな嘘も吐いて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 どいつもこいつも頭ん中は真っ白平気。お金は受け取りましたか。松野内閣官房長官。先ほど申し上げた状況の中におきまして、私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております。蓮舫さん。答えられない事情があるんですか。清和会の事務総長を務められた2019、2020、2021すべての松野さんの政治資金収支報告を見ました。清和会からの寄付はありません。清和会の収支報告書も見ました。清和会から出した記録もありません。裏で出入りはあったんですか。松野内閣官房長官。繰り返しで恐縮でございますが、政府の立場としてお答えは差し控えるべきであると認識していますが、私の所属する清和政策研究会においては、これから事実関係を精査するとコメントしていると承知をしており、今後、事実確認の上、適切に対応するものと認識しています。また、派閥において事実確認がなされている最中であり、報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしております。そうしたことを踏まえ、私の政治団体についても精査をし、適切に対応してまいりたいと考えております。蓮舫さん。内閣の要が政治と金の疑惑直撃されているのに当人は何も答えない。そして総理は決めたのは派閥パーティーの自粛、自身が派閥の長を辞める。対応ずれすぎてませんか。ことは裏金疑惑なんですよ。法律と税の外の世界で自民党の派閥が数百万、数千万、億単位のそのお金を裏金化していたんではないかという疑惑なんです。しかも、その受け手が官房長官ではないかと言われてるんです。この内閣で防衛増税できるんですか。少子化対策の財源でこれから介護とか医療のご高齢者の保険料2割、3割だって、そんな議論していいんですか。足元の金の説明もできないのに、国民に負担をつけることなんかできない。更迭してくださいよ。岸田内閣総理大臣。